はい、どうもこんにちは、ピアソンのゆうですね。今回ですね、新ハンターバイオリニストの UR 衣装の、煉獄なんちゃらを使って遊んでいこうかなと思います。で、まあね、実装されたから、マルチ戦とかカスタムとかワンオンワンで、まあいろいろね、このハンターの強い点、弱い点を、まあ短い期間ながらに調べてきたので、その辺もお話ししていこうかなと思っております。さあ、少し後ろに見えてるぞ、それ。一個あって、はいと、OK。これだいぶ早いんじゃない、よいしょ、OK。まあこんな感じで、まあこれ初動かなり、隠密につけられたら、まあ、こんな感じで速攻でやりますと。まあ、立派に近いね、この感じは。けどね、やっぱ使用感、今んとこ、既存のハンターで例えるんであれば、やっぱりハスターかな。うん、救助狩りもそこそこ強いし、こっち側するか。救助狩りもそこそこ強いし、いや、ヨヘル。まあ、その、ファーストも、食指とのコンボでやれば結構ファスターも刺す。即死結構取りやすいじゃんっていう面も含めて、まあ、ハスターに近くて、まあ、その即死とかの判定とかを完全に自分でコントロールするタイプの泣き虫みたいな感じですね。さあ、オッケー、当たってくれた、いいね。さあ、じゃんじゃか当てていこうか。で、ここで一発当てていくと、これ当たんないの、あ、そう、こんな感じでね。まあ、ダブルダウン、多分ね、救助狩りはできないけど、ダブルダウンは結構取れる、当たればね。あーでもそれはやれるね。でもあのね、弱点その1、通常攻撃の判定は、え、これ当たるのマジか通常攻撃の判定はめちゃめちゃ弱いです、で弱いですって言った時に限って、今みたいなよくわからん判定に当たっていくとまあそれはわからん、なんかね、やっぱ横にやっぱすごい広いんだけど、その伸びがないね、判定の伸びは少ないし、まあ真と上ってさ、攻撃の判定出るの遅いじゃん。それと真との伸びのなさを混ぜ合わせた、両方弱いとこを取った感じがこのハンターの通常攻撃の判定ですね。なので、まあ通常攻撃の判定ランキングで言うんだったら、まあ相当弱いです。まあとりあえず、人格ね、今回監視者と右下プラス物にしてきてみました。さあ囚人、まあこれも仕方ないので、まあ新しく救助狩りしますかね。 OK。 で最初上下の瞬間移動でやってたんだけど、あんまり板割らねえなと思ったから、まあ今回はまあ監視者で遅くしてチェイス面を強化しながら、まあ右下にしてきてみました。まあ、ね、本当にね、破壊力なかったらめちゃめちゃ遅くて音符頼りになっちゃうんだけど、まあ極めればこっちでも全然強いかなっていう気がしますね。さあ2人来てるな、これ。さあ監視者に反応したやつを見つつ、さあここら辺1個設置して、これよし、 OK。 今見た、ダブルヒットしてさらに当てていくと、これその前がマックスだから、はい、これでよし、当たってくれた。でこれで、あー、はい、これ完璧、これマジで完璧。まあ、こんな感じで救助狩りもワンチャンできるんだけども、2人いたかにもできなかったけど、まあ、今見てもらった感じでダブルダウンは相当取りやすいっていう感じのハンターですね。ダブルダウンは相当取りやすい。まあ、ただね、弱点の部分で言っていくと、本当にその一個一個のその最初から使えるやつ、存在感ゼロの状態の、音符を飛ばして当てていくっていうやつを、まあ、基本的にはまあ使っていくスタイルなんだけど、あれを外してしまうとマジで大変、リカバリーが本当に効かないっていう面があって、まあ今回みたいな感じで、まあうまくいけばこんな感じの爆発力もあるんだけど、まあそれがランク戦2時間やって毎試合安定できるかって言ったら結構難しい。だから安定戦にかけてはちょっと弱いかなっていう。やっぱ女王とかってさ、結構そのどの試合でも、失敗した試合でもリカバリーが結構しやすいじゃん、鏡出して移動してとか、まあそういうのがしやすいんだけど、まあこのハンターはすごい決まれば強いんだけど、その代わりミスると相当きついから、あのね、例えばこっち側がハンター結構上手かったとしても、サバイバーが例えば結構始めたばっかの人だとしても、めちゃめちゃこっち側が極めてないとチェイスはそれなりにされちゃう気がする。さあ一撃与えて、さあ当たれ、おー、うまくよくたなまあただこれでもやれると、まあいった感じですね。だからこっち側のミスをどれだけ減らせるかが、このハンターを使っていく上での、まあ、キーポイントかなっていう感じがしますね。さあこれ、さあこれ、アーチューズされてもいいや、1、これで今ダブルヒットした、またオッケー、当てていく。まあこんな感じで、まあ、わちゃわちゃしてたらダブルヒットもしやすいっちゃしやすい。さあこれで、さっきのロングワープは判定取れなかったくせに、こっちのは判定着火に吸っていくんだな。まあただそこも、あ、惜しい、やれなかったとしてもこの波動で、オッケーオッケー、やれた。まあただね、この波動も今結構当たってるけど、結構ね、避けられるもやっぱするね。うん、さあここで釣りましてと、まあ、俺がサバイバー目線やってないから波動の受けやすさはまだ分かんないんだけど、まあその波動は結構避けられやすいのかなっていった気もするね。うん、さあこれで多分彩色視界入ってるよね、まあっていった感じかな。まあ強みで言えばめちゃめちゃ爆発力高い、また弱みで言えば外した時のリカバリーが本当にしんどいから、もう超クロート向けのハンターっていう感じが、まあ個人的には今のところしてますね。このね、設置、ああ、どこしてくれた、スライドしてる、スライドしてる。まあ、っていう感じで、もう一戦やっていこうかなと思います。
さあ2戦目やっていきましょう。またまた月の丘公演ばっかで本当申し訳ないんだけど、中途半端に今ランク戦やっちゃってるから、マッチングがね、マル戦待ち時間50分とかそんなのなっちゃってね、あんまマップ選びできなくて申し訳ない。さあ今回は祭祀、調香師、祭祀、オフェンスか。祭祀引きたいな。あー、調香師か。まあまあ悪くはないけどよくもねえな。まあというわけで、まあやっていきましょうかね。さあさあ、まあ、前半の試合で結構言いたいこと言えたかな。まあ、このね、初動はこれを当てたら勝ち。よーし、OK。いいですね。あと、調香師の方多分ね、初見だったら絶対コースで触れない、あれは。もう突然当たり判定が発生するから、今みたいな距離チェーされちゃう場面でも結構、やりやすいかな。まあ、ただ、まあ、対策法としては、まあ、安全を取っていくんだったら、音符が見えたらとりあえずコースで振っておく方が、まあ、失敗はしないかなと思います。さあ、あっち側の板行くんだったら先に、あって、牽制しつつ、行くんだったらこのままやれると。オッケーオッケーオッケー。やっぱね、焦っちゃダメかな。うん。あ、オフェンス来てる。いや、これ、下ろすわ。こいつの風船攻撃マジで弱いからな。さあ、一応下ろして、まあ、イモンチームまた持ってくか。そう、ほんとね、焦っちゃダメ。リッパーの刃とか、まあ、ハッサンの触手と同じかな。焦って出してやってたら、もう簡単に避けられちゃうから。で、避けられちゃったら、ほんとに通常攻撃でやっていくしかないし、特にこの人格右下だったら、もう板割りめちゃくそ遅いから、まあ、その辺で、そのチェイス力がマジで弱いから、その辺がね、厳しい。まあ、絶対に音符を当てるっていう、その練習をマジでしなきゃダメ。俺ほんとこれ、いつになっても使いこなせる気しないわ。今、2、3日やってみたとこだけど、ほんと1ヶ月ぐらい、マジでみっちり練習しなきゃ、相当難しいとは思いますね。ただ使いこなせば、もう間違いなく最強候補になるんじゃないかなとは思いますね。さあこれで足遅くしてで向こう側行くんだったら先に出して転生だけさせて、でグネグネ避けさせて、それを見て出していくと。オッケー、いいね、うまいこと言ってるわ。あ、だんだんなんか読み合いのなんか感じ分かってきたな。うん、今みたいな感じでなんかその避けさせてでそこをちゃんと見て、おぶねのかける、危なよし、オッケー、危ねまあ避けさせてでそこを最後叩くみたいな感じの使い方かな。よし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 。さあこれ間に合うかな、一回落ちちゃったけど、オッケーオッケー。さあ釣りまして、今祭祀がなんかチラッと見えた気がするから、ここに感謝だけ置いとこうかな。よいしょ、感謝置くのも遅いからな。さあこれでとりあえず最初はやっぱこうやって音符出して、この音符をヒットさせて、ヒットしねえけどヒットさせて、この遅くした状態で刈りやすくするみたいな。待って、今ケバブしちゃった。いや、それは聞いてないわ、それちょっと聞いてないっす。あれ、ワープ、そっち側入んないか、なら、いやー、よ、あー、ちゃんと避けたな。避ける読みそっち側出したけど、避ける読みされました。まあ、っていう読み合いがかなり難しいんだよ。じゃあ、こうなったらとりあえず、遅くする音符で、まあ、牽制かな。まあ、どうせ戻るかな。戻ったか、オッケーオッケー。ただ、その、降りた先にこうやって設置できるから、この辺が、あ、ダメか。あー、難しいな。今みたいなところでも当たっ、なんかオフェンスされてる。まあ、今みたいな感じで、まあ、あれですね。粘着してる、まあ、術師とか、まあ、オフェンスとか、まあ、野人とか、そういう系のやつにも、まあ、チェイスしながら一撃与えるみたいなことも、まあ、ラッキーパンチも狙えるハンターではありますね。まあ、その点やっぱり、ハンターじゃなくて、ハスターにも結構似てるかな、っていう感じがしますね。さあ、向こうが最初回復いってるから、さあ、これは阻止したい。あれ？いねえよ。どこ行った？あ、長距離繋いでる。どこと繋いだ？さっきなんかそこ祭祀二人近場にいたから、結構近い位置に繋いでる気がするけど、見当たんねえな。どこだ？こっちと？え、めっちゃ近かったよ、さっき。あれ？めっちゃ遠いわ。あ、ってことはあれか、先に繋いで来てたパターンのやつか。なるほど、なるほど。じゃあとりあえず、これワープ壊しますか。あそこなんか入ってる残像が見える。さあ、これ残像もやれちゃうけど、あ、出てきて。あ、また戻ってたか、こっち。また戻ってたか。あれ？救助されてる。あ、こっち側のワープ入ってたのか。わからんかった。あれ？オフェンス。落ちてる臭いけど、あ、よかったよかった。さあこれもただボールもほぼほぼないでしょ。 OK。 さあこれでやれましてと。さあスコワープ、あー、作るか。作ったんだったらじゃあ逆に向こう側に張って、で、あの衝撃波でやりたいけど、あれ、押せない。あ、え、あ、押せた。あれか、音符かな、一定範囲内じゃないと衝撃波は発生できない感じか。なるほどね、おい、勉強になったな。さあ設置して、で、また多分この人が来るしかないんじゃないかなって、ワープまみれだな。さあ、また、感謝を設置しまして、あそこいるね。あそこは、まあ、そのワープ強いんだよな。とりあえず、まあ、こういうとこでは、しっかりと音符当てゲームをして、当たんねえな。シューティングゲームになってるわ。避ける読みで多分ね、
同じ場所らへんを狙うといいんだと思うんだけど、なかなか難しい。さあ、ここ貼って、おい、これも当たんないか。じゃあ衝撃波直し。あとね、救助狩りの監視の注意点なんだけど、音符貼った瞬間ってそのモーションがあるから、サバイバーは音符貼られて食らったとしても速攻で救助ボタンを押せば、ハスターの触手みたいな感じで食らっても落ち着いて救助ボタンを押せば救助狩りされることはないと思います。あったね、こうやって近場の長距離ワープ作ろうとしてるやつは結構狩りやすいかなって気はするね。だから本当に救助狩りは結構多分慣れたサバイバー相手には難しいけど、ダブルダウンは取りやすい、さっきから言ってるけど、っていう感じですかね。その音符を置いた瞬間に判定があるのがきつい、硬直がね。さすが乗り越えるんだったらやれと。これは強いな、この距離感やれるのは。でもし音符出してそれを避ける読みで反対側行ったんだったら、また別の方向にね、弦を張ってっていう風にもできるから、もう本当に焦らないことが今んとこいいんじゃないかなと思ってるけど、本当にね難しいわ。こうやってちょい触りぐらいだったらマジで使いこなせない、マジでめちゃめちゃやんないと結構きついのかなっていった感じがする。ワープめっちゃ張ってんやつ、2つぐらいないかな。さあ、こっちワープ渡らせて、渡ってるよ、渡ってる渡ってる。さあ、ここ先壊して、あれ、またそっちどんだけワープ張ってるんだ。ここともう一個あるよ、もう一個あるから、ここ先壊していかなきゃ渡られちゃうな。さあ、まだ渡ってこないな。さあ、この音符当てゲーム、あれ、あそこのワープってあれか、もしかしてあの箱と箱で繋がっちゃってる。なんだ、それだったらワープあそこ渡ればよかったな。ただ動き的にもう一個ありそうだけどな。 あるね、これ。さあ、渡って救助に行かれてしまうけど、まあ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 いいでしょう。あ、救助行かないか。ってことはもう絶対ハッチ逃げするマンか。絶対ハッチ逃げしたいサバイバー VS 絶対逃がさないハンターやっていきましょう。さあ、乗り越えたんだったらやれると。結構ね、張るの早いんだよね、ああやって2個目を即張りすると早いんだけど。さあ、乗り越えてくれるサバイバーは結構ありがたいな。オッケー、まあ、こうやってね、空振りも怖がらずやれるのが強みかなと思います。というわけで、またね、もっともっと使い込んで遊んでいこうかなと思います。今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、ツイッターもやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で、バイバーイ。